pH1 ビットとは、ケプラー64を光転している太陽系外惑星である。キック4862625の高度変化。このグラフの期間中、pH1 による高度変化は3回あり、光転周期にちなむ定期的な変化であることがわかる。惑星ケプラー64ビットは、 エール大学の境外惑星探索プログラム、プラネットハンターズに参加しているアマチュア天文学者のキー・アンジェクト、ロバート・ガリアーノによって、ケプラの観測データから発見された。PH1 という名称は、プラネットハンターズの頭文字と、このプログラムで最初に発見された惑星であることに、ちなんでいる。発見の発表は2012年10月15日に、なされた。当初は、 惑星が pH1 とされたが、2013年5月に発表された正式な論文では、主星が pH1、惑星は pH1 ビットとされた。pH1 は、AA と AB の重心から9490万 km 離れた軌道を138.5日かけて、好転している。離心率は0.054で、円軌道に近い。 これは発見された比較的遠めの軌道を公転する惑星としては珍しい方である。地球から見ると PH1 は AA の手前は通過するが、アブの手前は通過することがない。PH1 とアブが同時に AA の手前を通過した様子はまだ観測されたことはないが、2009年12月29日に PH1 が通過し終わった直後にアブが通過したことはある。 pH1 の直径は、AA の構成面通過から、地球の6.18倍、木星の0.551倍であると分かっている。また、視線速度の変化も測定されており、それによって質量は、地球の169倍以下であることが分かっている。しかし、169倍は、構成同士の構成面通過時刻にも影響を及ぼすほどになってしまうため、 おそらく地球質量の20倍から50倍ではないかと考えられている。この推定が正しければ、pH1 の素性は天皇星型惑星が最も近い。しかし、AA からかなり近い軌道であり、AA 自身も太陽より明るい恒星であることから、表面温度はアルベドが海用星とほぼ同じの0.3で摂氏340度、0.9でも摂氏251度で、 あると推定される高温のホットネプチューンである。ナオコの推定にはあまり明るくないアブの影響は含まれていない。PH1 は天皇星型惑星であるために分厚い大気層に阻まれ表面から空を見ることはできないが仮に雲の上空から見るとひときわ明るい AA が見えるはずである。アブは AA よりはるかに暗く AA からの距離も近いため。 おそらく見えないと考えられる。BA と BB は極めて遠くにあるため、おそらく背景の星々とあまり変わらない、明るさ程度にしか見えないと考えられている。ありがとうございます。